したね、おお久しぶりのペッドクイーンの文字ああるじゃないですか銀の盾 <laughs> ねいきますたかいおはい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 お久しぶりの電子黒板とそして黒板ですねあもうう座るように これれ動かされてるわけですねはいではやりますか。Hello there. ということで、森哲チャンネルなんですけど、まあ、ゲスト的な感じで呼ばれてい <laughs>、ね、る側という感じなんですけど。えー、まあ、見てお分かりの通り、こう、ただ呼びの収録スタジオです。今日はですね、森哲チャンネルを、ただ呼びから、お、えー、送りするという、まあ、ちょっとね、面白い企画ですけれども。来ていただきました。森田先生です。はい Welcome back、森田まああの来るとは思ってなかったですね。まね。もう一度来るなんて。まあいろいろありましたけど、緊急コラボの形といいますか、特別なフォアだったんですよ。は俺ちょっと最初に断っておきたいんですけど、なんと僕はこの動画を撮るためだけに大阪から新幹線でやってきて、収録した後また大阪に帰るというこれ信じられない。すごい。考えられないですよ。ここまでして。今日は森田先生語っていた。 これまずコラボがただ指びで実現するっていうのはまあもちろんこうやって仲はいいわけですけど、はい、あのなんかどういう経緯というか事情があったのかまあいろいろ話し合いがあったってことですまず最初にちょっとねここはねはっきりしておきたいんですけど、はい、ただ指びを辞職した経緯といいますか辞めたことについてもいろいろあったじゃないですか、はい、でこれやっぱりねなかなか話せないとこもあったと思うんですよ。うん、これ皆さんねあのはっきりしておきたいのは彼が話さないにはきちっとしたまっとうな理由がありまして。 これね、具体的にあまりにもこそ踏み込んで小説するとこれこれで、ね、いろんな問題があるんですよ。ひ、まあ、一言で非常に曖昧な言い方に聞こえるかもしれませんけどこう本音なんですが守守守るるるるたためめにに黙っってて誰かを守るために自分が被害者なななんんだけど守ってるといいいう構図なのは間違いないんですこれどこかではっきりさせたいし、まあ、僕も、ね、ブログ一応ね、はい、誰も見てくれないんですけどブログやってるんですけど、はい、もう書きたくてたまらないんですけどね。 まあまあ他の人たちもねそうやって言ってくれましたけどあの時僕が言ってたらそれもう空中分解みたいな形に、ね、そうな,るうなちゃってたんで、うん、いくらこっちがね被害を受けてる側であるからと言っても僕はそれ言ってしまえば。 せっかくで、ね、こう育ててきたっていうか。そうです、ね。うう例えばなくなっちゃうし、うん、ね、うんうん、他の先生たちもいるわけなんで。いや、もうね、僕はもう森田先生に招待していただくというか、招いていただいて。このたで、無料予備校に、あのチャレンジする系があったので、まるで恩人なんですよ。うんうん、彼が語れないんだったら、じゃ、あ俺がっていうね、もうね。もう普通、とたぎりもだが、本当あったんですけど。うん まあどこで話すんだって。問題もあってまあ、ブログで例えばさっき言ったら書くのはいいんですけど、うんうん、語れないっていうのはね。これ間違いなく被害者でありながら守ってる。これはねどれだけ辛いんだろう？と思った時に僕はもう耐えられない気持ちでした。うん、ことはないですか？いやいやまあでもね。そういうものですからね。うん、まあ、まあ、それだけ。うん 期待も大きかったったてことだし、うん、期待値が高ければ高いほどいくら何も損してなくてもうん、うん、そこに達しないと損した気分値になっちゃうマイナスのものだと感じてうわけですよっ人っていうのは。YouTube って無料なんで例えば、まあ、途中と言いますか一旦あれ区切りはついてたんですけどね、うん、まあただとにかく動画の配信を途中で停止したってことに対して、まあ、なんか裏切られたとかね なんかその人の手のコメントがあって契約上は例えばねその対価を払ってないから裏切ったことにならないという論点がもういっぱい僕こう見てたら出てきたんですけどそれは実は僕ちょっと違うと思ってて無料でもねやっぱり責任はあるんだと思いますただこれはっきりしておきたいのは彼ね放り投げたんじゃないんですよ無責任ゆえにまあもうこうしんどいとこれ以上で,できないという形とは全く違うこれはっきりしておきます あのー、誇りとプライドをかけてそうではなかったってことをこれはっきりしてるだからこれ聞いてるみんなはねじゃ,じゃあ何なんだと、うん、やっぱりねそ不思議に思うとは思うんでよ。うん、まあだからそれを放り投げる気なんかもねさらさらなかった、ね、当然そうです、うん、だってまあ毎日ね3時4時までやって、はい、練習してっていうのをそれを毎日6か月間1日も欠かさずそれやってたわけなんでそれをやっぱ放り投げるなんていうのは。うん でできないですね,ですねだって別にそれに対価をもらっているわけでもないけど続けてたわけですからそうそう,そう,そうお金になるとかならないとかあくまでもタレビテ事業を存続させて円滑に滞りなく進めるためのまあどちらかというと森田先生でもとにかくタレビテをうまく運営しようと頑張ろうというそっち側の夢しかねほん考えてなかったし全力で走ってましたそれをやってたけど、うん、動画を出すなという話があったのはそれどういう本当なんですか まあ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 、そうですね、僕のね、まあ、ただ呼びないだったらいいですけど、ちょっとまあの、ね、森鉄チャンネルで動画を出すな、まあ、つまり、まあ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 ね、ちょっといろいろコラボ、最初の頃はね、ここでやってったと思うんですけど、なんかで、別の場所でやってる動画になったりとか、あ<ー>最終的にまあ出なかったりとかっていうのは、あ,あったたりしたんでねそれを出してはいけないという力があったってこと うんまあそういう感じですね、まあ、だそれが結果的に、まあ、対立を生んだって感じですよね。ああ、いや、まあただ、それはちょっと試験ながらね、やっぱ森鉄チャンネルって自分で設営してるチャンネルで、ただいまの授業とはまた別じゃないですか、でもただいま前から、うん、ここに何かティッシュみたいなのつけて、マスク、マスクね、なんかつけてっやってましたからね、うん、いや、まああの頃って、まあ、当身でずっとまた仕事しながら収録してて、そうそう、だからまあ、ね、基本的には当身では、やっぱこれやっちゃいけない、うん、これやっちゃいけないっていう。 制約は厳しかったんで抜けたわけですよね抜どただ呼びでもただ呼びやっててもこういう動画出しちゃいけないとかっていうのだったら僕はそれできないと何のために投資をやめてまでやったのかっていうのがそれが一番の大きな原因でで当然誰も助けてくれないっていうのは助けてもらえないというか誰も巻き込まれたくないに決まってるわけじゃないですか、うん、こんな対立に巻き込まれたくないし誰も巻き込みたくないっていうのもあったんでだからもう一人で受けるしかないっていうのも決めたんですよ うん、もうどんだけ誹謗中傷をされようが、ね、もう死ねって言われたりとかねもう偽善者だったりとかめちゃくちゃだよそれは本当に被害者面すんなっつうのが、ね、いやもう実態とあまりにも乖離してるこれ事実と全く違うんですよねまあ憤らしい僕はそのまあ自分の話をして申し訳ないんだけどね、うん、やっぱりあの年をやめた時に誰もやっぱり まあカバえないしかばってもらえないし、まあ気持ちがあったりなかったり、それは人それぞれだと思うんだよね。うん、それでまあそれが見える人も見えない人もいたりなんかして、でその時にやっぱりね、まあ社会で生きていくとこんなまあ冷たいというちだけど、うん、こんなよるべないもんなんだなって、ね、すごく思った経緯があったんですよ。あのそんな時になんかこうまあ妙な話になるんだけど、うん、例えば芸能界なんかでまあてか問題が起こってね、うん、あっちはその具体的に問題性があったんだけど、僕がやめた経緯には問題がなかったもうはっきり言って全くなかったんですけど、うん、ただまあやめた後に先輩芸人が、まあ 例えば、ま、松本動きますみたいな感じでこう<ー>あいろいろフォローアップがあってそれ見ながらねうわなんか優しい温かい世界があるなと思ってたんですよ、うん、で、まあ、今回森田先生がまあこういう経緯になってもうこれ本当に断じて言いますけど彼被害者す。はっきり僕があのはっきり断言しますだから自分に見えたと言ったらいいのかな,なんかこうして何かをしてやりたいって思いがあって。 ただやっぱりね、まあ、守るためには後悔すべからず何も言えないというこれがねどれだけ地獄かだからね言葉にならない言葉を読めないのかなというか僕はその国語を教えてるんだよね、うん、自分が伝えてるメッセージがこれだけ空振りしてるのかなという思いの中でも、まあ、何よりこう何をしてやれるんだろうと思った時にね思いつかない自分もいたんだよね。 まあそうですね、うん、とにかく他の人にもちょっとまあ飛び火じゃないですけどそういうのは避けたいと思ってたんで,、うん、でなんとか自分自身で受けて。 まあ,まあまあ確かにユーチューバーとかやっぱ炎上した人が他の仲間のユーチューバーがこう助けてくれるとかっていうのは、うん、まあいろいろあるんですけどそういうのってね,そう,でねそういうのも見ながら確かに同じようなことを思いました、うん、ただ僕はその助けを求めちゃいけないと思ってたんで、うん、それはもう受けるしかないともう自分が矢面に立つしかないそれを思ってたんでんすごい大変は大変でしたよもちろんやっぱり。 すごいいい心ない言葉が多いし、まあ、企業案件とかねそれがなくなっちゃったりとか本当にやっぱ新規事業というか新しく始めることになってたやつとかも全部中止になりましたからあ然で演だし,いしいなまだからこれからまたねやって、まあ、タイミングを見てやっていかなきゃっていう時に、まあ、こういう話になったんで森鉄チャンネルに関しては特にこれで生きてますからね生きを立ててる動画そのものの動向がその、まあ、いろんな経緯で一連の流れでもって。 彼にそして守ってくれるために耐えてる人間にこう全部そこに負荷がかかってるってことを。 僕はなんかやっぱり許せないような気持ちになるんだよね、うん、ただ同時にやっぱり森田先生と同じように僕も守らなければいけないっていうのがあるから、うんうん、まあ辞職の直後特にそうなんだけど相当辛いだろうなっていうのがやっぱあって、うん、例えばメールとかもそうなんですよじゃあコラボしようかとか、うん、まあコラボでなくてもねメールでなんかこう送ることももしかしたらこうトラウマじゃないけどね、うん、痛い思いをさせるんじゃないかなと思った時にメールも送れない、うん、でなんかねそういう気遣いまあ気遣いちょっと大げさな言い方で申し訳ないけどねそういう思いを持って 連絡を取ってない時にこれ変な言い方だけど自分がやっぱりね痛い目してる時に誰からも連絡なかった時に、うん、他の人もこんな思いだったのかなって、ねうん、なんか想像できたっていうのありますまとにかくこなんとかしたいって思うがあったね まあ今回コラボ緊急コラボってことですけど、うん、まあやっぱりね、なんかずっとそれ続いてるわけですか苦しら。まあ<ー>苦しい状況い、まあ、まあまあまあ。うん、苦しみもありましたけど、うん、やっぱりまあいろんな人からも言われましたけど、ファンの人の方がやっぱ多かったっていうのは。あ、それは、ね、ファンの人の。まあ、そうですね、うん、声も多かったっていうのが、それは大きかったかなと思いますね。支えてくれる人たちもいた。うん そうだね救いだね本当にそれがすごかったですけどね最初はね高評価95%のチャンネルだったんですけどそれがもうグワーンと下がりましたから、ね、本当もう一気に低評価になりましたしうわーなんか言いようがなかったの動画を出せば出すだけそれは登録者数も減るし、うん、その炎上が終わったら終わったで今度は動画出しても再生数は取れなくなっちゃうんで、うん、もうやっぱ見限った人というか 森田先生が直後に出した動画で、風味ね、僕、ちょっとよく存じないんですけど、失礼ですけど、悲しい雰囲気にしたくなかったのでっていう形でね出てくださったじゃないですか、僕はね、素晴らしいと思ったんですよ、おそらく本当にそうなんだろうと思った、だから、それをね、なんかね、バッドコメントだったのがね、許せなくなって、ああ、ちょっとこれ、だめだな、やっぱり。そうですね辛い そうですね、い,すいや、<は>まあちょっとだめだな、やっぱり、うんす。まあ苦しかったっていえば苦しかった、だから、まあ、とにかく新しいことをやるのが大変って感じですね、うん、まあどうせやめるんだろうってコメントが、やっぱすごい多いんで、なるほど何かをやろうとしてもだめだし、うん、まだ未いまだにやっぱ批判コメント、も毎日来るので。 ああ本当にそのもうだ動画の内容に関係ないようなのがそれはもう毎日来るんでそこはね苦しい悔しいみたいなのはありましたけどね。いや僕その「例えばやり始めて最初の頃にやっぱりエゴサーチっていうんですか、はい、もうやりまくったわけですよ。でそしてやっぱりこうやって公に顔出ると、まあ、いろんなもういいものも悪いものもいっぱいあって。で まあ、いいものには常に励まされましたけど本当にね一喜一憂まあこれ受験生みんなに一喜一憂するななんて言いながらね、うん、もうまるで一喜一憂で本当やっぱこうグラグラくるわけですよ、うん、時にやっぱりあの森田先生にこう相談してこれどうだろうって言ったらもう気にしたくていいですってこう何度も支えてもらったわけですねでまあそのエゴサーチそのものをしばらくやめて気持ちのリカバリーをした後また見るようになったんですけどね、うん、まあまあいいものも悪いものもいろんな意味でまあ批判も吸収して、うん、あいいものにどん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 変えていかなきゃと思ったんだけどそれでもやっぱりね 心あるものと心ないものってやっぱあるんですよ、うん、でもちろん誰にだって表現の自由はあるけれども匿名性の衣の向こうでね覆面したまま語ることっていうのがねやっぱある時にはあの表現の自由というものを超えてね、まあ、卑怯だったり卑劣だったりねただ傷つけるだけのものになってしまう時も やっぱあってね、まあ当にはそういうつもりないかもしれないけどやっぱね僕から見て森田先生はねものすごく強いですまあ見た目とかそのあれとは相まってねもしかしたらこう繊細な人に見えてるかもしれないけどものすごく強靭なんですけど強靭な人間ですらねここまでになるわけですから。 それやっぱりね言葉というものに対して責任というか、ね、やっぱ持ってもらいたいコメントする自由もやっぱあるわけだからなんかある意味では正直ね、まあ、お願いになるのかもしれないけどもう頼むからやめてやってほしいというのが本音ですまあまあただやっぱりそのコメントに励まされてっていうふうにさっきおっしゃったけど、うん、そういう心あるね,ね頑張ってとか授業好きですよとかまあそういうコメントなんか見ると、ね、やっぱり、ね、力になるし僕なんか今でもそうだけど、まあ、たくさん来るわけでしょ、うん、そうですね、うん、ファンはいっぱいいるだろうしね、うん、まあ離れてた人も相当多いですけどね そ,あそうなんだそれはそれ誤解された上で離れていくっていうのはこれは理不尽だよね,ね事実に基づいてあこういう人だったらもう嫌だって言うんだったら、うん、まあ,ある意味では森田君自身の責任でしょ、うん、でもその何かを誰かを守るために自分が悪者になってなんかねどう見てるだから妙な話だけど幼い頃の動画にほら泣いた赤鬼ってある,あるでしょその青鬼が最後ボロボロロ泣くじゃん 何にも悪くないのに自分が悪者になって去っていく赤鬼のことを思ってねこれそれなんだよ本当に、にもうちょっとね正直ねこれはね耐えられない話しながらやっぱりちょっとねこう込み上げてくるものがあるぐらいですそれがいまだにね彼自身の業務をいろんな意味でプレッシャーをかけてるするならこれ本当にね YouTube って責任ある発言が求められる場所だからこそあえて言いますけれども彼は何にも悪くないんですよ まあ世論と言いますかその流れもあるんでねここはちょっとやっぱりちゃんと利益を正しておくでその上でやっぱりここからどんどん活躍するべき人だし場所がどこであってもね僕は森田先生を知ったのはね東身時代でその英語合宿で森田先生と共にまあ,あの教えている別の先生ですねこれはもうあの関西でイケメンでねものうすう力を持ってる。 素晴らしい先生があるんですよ僕は絶大な信頼をしている先生なんですけどね、等身に森田っていうね、とんでもないやつがあると、これはすごいと、見たことがないって言って、いやね、同じ同僚の先生って、うん、正直言いますよ、やっぱ予備校の先生ってみんなね、しのぎを削ってるからね、けなすことはあっても、褒めるっていうのはなかなか難しいんですけど、うん、もうね、絶賛だったんですよ。で、それで、一回会ってみたいと、見てみたいと。 でまあ、なんかお食事会かなんかでね,ね何回か買わせて、うん、まあすぐ帰っちゃってねこんなやつかっていうね、うんまあ、とにかくその,その時にちょっと23話はしたんですけど割とねヒエラルキーの割と強烈な組織だったからね、うんうん、遠慮してあんまり話してくれなかったんだけど、うん、どっかでね一緒に仕事したいと本当にねこれから光っていく才能なんですよ。 そこをねもっと今から光ろうとするものをブレーキをかける抑制なりけん制するっていうのはねもう正直もったいないですぜひともねみんな期待してねいろんなことをねこれからチャレンジしていくしいろんなことやってますよねこれはもですね。これからはまさに本当になかなかすごい力を持っても出てこれないって人が多いんで、うん、だから公式オーディションやる。 うで,ああでしょああそうそう言ってたよねそうそうそう言ってたんですけどやっぱそれもやるって言ったらもう何がしたいんだか分かんないみたいなもう, <laughs> そうもうすごい、まあ、ずっと言ってるんですけどね昔から僕はいろいろ力がある人たちが出てこれないから。 だっったらチャンスをっていうそれ,を目的それも YouTube 始めて目的のうちの1個ですからね、うん、なのにやっぱりねもうただ呼びやめて何やりたいのか分かんないとかだからどうせこれもやめんだろうみたいないやいやもともとね YouTuber というものがそうかもしれないけど特に教育系 YouTuber ってねいろんなことやらないとやっぱ難しいじゃないですか。だってそうですよ みんなね必死になって授業を作ってます、本当に、これは楽な仕事ではないんですけど、うん、それでもやっぱりね、同じような動画が連続すると、うん、無料だからなのか、なのか、もうとにかく難しいです、ですね、動画の再生数もそうですけど、だから、やっぱ教育系 YouTuber で一人で一本で頑張る人間っていうのが、ある意味ではマルチプルなチャレンジをするっていうのはね、これをやったり、あれやったりっていうのは、うん、もうね、ことの性格上、当然そうなるの、うん、どうしてもそうなるんですよ。 だからいろんなことにチャレンジしてそれでこうたまには失敗したりねうまくいったりこれ手探りのアンチュム作でねそれを手を伸ばすやいないやねパチンと叩くというのはね これれどうななのそれは、うん、なんか温かく見守ってくれとまで言わないけどね少なくともそのやっぱり傷つくんですよ人間って、うん、そうやってボロボロになってる姿を見てるし動画なんかでもやっぱりねちょっと元気なかったりするよね、うん、ちょっとねもともとめっちゃ元気いっぱい,いったわけじゃないけどね <laughs> そう,そうね、まあ、ただまあこれからは別に普通に、まあ、コラボとかもね新しい先生入ったりする時とかも、ねうん、コラボとかも全然できますし新しい先生とかともなんか顔合わせみたいなのもあるんで僕も。 はいもうぜひそうですよ。 ユーチューバーとしてもそうだしただいの創始メンバーというか一番最初に立ち上げて「やれ電子黒板買いました」とかいろんな動画があるじゃないですか「うん、なぜ日本人は英語を話せないのか」とか、うん、立ち上げってのはどんなことでもやっぱり相当な苦労があったて、うんですあ僕はの途中から招いていただいて参加したんでその、まあ、一番しんどいところを見てないわけですよでそうやって、まあ、多大な貢献をした人間であってね僕にもひたすら夢を語ってくれてでまあお金ではなくいろんな教育的な事業でこう還元できたら という、そういう、本当、熱い面を持ってる人間たちが集まっている場所なんですよ。その中でも、一番、こう、なんか、熱いというか。苦労、そのものをね、ひたすら耐えてた人間なんです。それがやっぱりね、ちょっと考えてみてください。唐突にね、まあ、一区切りついてた段階とはいえですよ。その唐突に、例えば、それを、やめるということはね。 それ相応の理由があってなおかつそれは守るためだっていうんだったら詳しいことを語れないという痛みをねもうわずかでいいちょっと想像してみてくださいしかもやっぱりそれを矢面に立って彼は全部必死に引き受けてなおかつそれが彼の職業でもあるわけです生きてて、まあ、変な言い方だけどこれで飯食ってるわけですよそれがどれだけの痛みであるのかと思った時に何もできないでいる自分、まあ、こうやってこうコラボするために来たりね話をしたりするけど まあそれも全く無力なんですこんなことやったところでねこれ見てくれてるみんな一人一人のね心の問題なんだと思うんですよみんな頭いいからねあの論理的にいろんなこう非常にこう高度なコメントというか反論もあるし、まあ、もちろんそれはそれで一つの意見なんだけど気持ちで考えてやってください全力で立ち上がろうとしてる人間なんですよそれも彼自身は全く被害者これはっきり言っときますいろんな思いというか言える範囲っていうのがね常にこうして手足縛られてる状態だから、うん 相当苦しいと思うんですよ。なんかでもそれでもやっぱりこれからなんかこれ言っておきたいっていなんかないですか。これから例でもね、まあ批判の方よりもちょっとこれからって感じだと思いますね。先見てこれからな、うん、何をやっていくかっていうことかなと思います。そうだね。いやもうね、森田先生で、ね、僕ね、YouTube ってまあまだまだ不慣れで、まああとはやり残したこととしてはやっぱりですね、谷口先生何も悪くないのに谷口先生とね対談して。 こう盛り上げてあげるとかっていうのができなかったっていうのがね、それが悔いが残るというか。できなかったことやり残したことっていう感じですかね。うんうん、ああ、そっか、その頃なんですね。いや、ターニン先生、まあ、ターグ、先生はね、まっすぐない,いやつなんで。それをどうこう思ってるわけではないとむしろ森田先生のこと心配してるというか。まあ、基本的にみんなそうです。この後、どういうふうに、まあ、彼が努力していくのかってことは、ずっと心配してて。いや、大丈夫です。で,すね、でも、これから、まあ、ね、普通に。 コラボしていけますので、皆さん、もうここに来てるから分かると思いますけど、今後、いろいろやっていきますので、ぜひ見てもらいまますありがとうございしたありがとうございました僕ねちょっと本本当当ににに耐えられないいいんんんでですす普通話したた時もねそうううががああっっちょととませりございます。